じゃ、あちょっと、おやき屋さん、つなげましょうか。しかも。つながるかな。お忙しいのかしら。あ、はい、松江です。こんばんは。あ、ご無沙汰しております。どう。あ,まあ、もうぼちぼちやってます。ぼちぼちっていうときは、大したことないからね。あん<ー> <laughs> まあ、うまくいってない。 いやあのー、やっぱり、ね、コロナの影響でいやー、そうだよね、<あ>本当にタイミング最悪だよな、<laughs> ね、いや、もう心配はしてたのよ、<laughs> 特に観光地だし、ね、いやー、これはもう、なんて言ってあげたらいいのかわからんおかげさまで、あのー、オープンしてからはね、あのー、すごい、いっぱい来ていただいてたんですけど。 本当ようなんね、マツコさんの周りの市民の方々からのこう信頼の厚さがすごいんですよ。私の周りの市民。なん <laughs> いや、あの、いや、マツコさん。どど誰市民の方々からの信頼というか。 それをなんでおやき屋さんが感じたの <laughs> いやなんかあ見ましたって言ってやっぱ来てくださる方が多いんですけどマツコさんが言ってたんだから間違いないみたいな直接は言わないですけどなんかそういうのをひしひしと感じるんですよなんかすごい愛されてるというかありがとうあんまりね褒められるの得意じゃなくてねどうリアクションしたらいいかわかんないのよ はいこちらが深海です。本日おやきクラブおやきクラブがオープンしました。あこちらがおやきクラブですね。すごい繁盛したって聞いてますけど。やばいです。やばい。何個くらい売れたんですか今日。今日は二百二十。二百二十。十ぐらいですかね。二百十、二百二十ぐらいですかね。いい、えー。 ちなみにね、オープン直前にロケさせてもらった時はそれこそ「世界のおやきよ」っつってねちょうど作る。いやいやもう本当にね余計なことを言ったわよこうなったらもうね品数ぼった方がよかったわよ今回送ってもらったのが新しいのとドイツがドイツソーセージああなるほどあ美おいしいソーセージの入ったドイツだえの。 ベルリン地方にカリーブルストっていう料理がソーセージをケチャップとカレー粉をまぶした B 級グルメがあるんですけど、まあ、そ,れそれをちょっとアレンジしてなんかねちょっとナポリタンっぽいんだよねあ<ー>ナポリタンの,あの上のはいはいはい なんていうのソースじゃないけど絡まっちゃってるかちょっとあの玉ねぎとかあの辺が密集してるところだけ食べてる感じはいはい、はい、あーソーセージもあってねそうそうそう,うおいしいなんかあのー、酒に合うっていうあの前食べていただいた、うん、ビールとかイタ,イタリアも含めてオンライン販売もしてるあオンライン販売してんのの通,通販をやってます全国できんのはいああ皆さんあの <laughs> ねなかなかおやき食べる習慣ないと思うんですけど <laughs> たまにはねちょっとね酒の魚の代わりにね十分になりますしもちろんおやつになるし何だったらもうこれをおかずに白飯でもいいと思うのやったしもうねそういう日があってもいいさかか <laughs>、うん、だから、うん、皆さんちょっとねお願いしますね本当に、うん、おやきクラブだけじゃないわよもう今全国の飲食の方が、ねね、困ってるからもう。 テイクアウトとかさオンラインで買えるところのは買ってあげないと厳しいもう。